皆さんこんこにちはレクセーニク講師の篤田ですそれでは2020年9月実施 FP 技能検定試験の3級の公表を始めてまいりたいと思いますで本日なんですけどもちょっと収録ということもあり試験を受けられた皆様お疲れ様でした実際にですね翌日の10時に実施団体から問題もアップされましたし回答については当日 夕方にですねアップされてますのでもうすでにですね、えー、回答などは見られた方多いかと思うんですけどもまあ、今回は、えー、こちらを利用しながらですねまあ、簡単な解説をまあ、していこうかなというふうに思いますので、えー、ま産、あ、休については 学科試験、まあ、これはあの実施団体複数あり、まあ、複数というか2つありますけどもどちらも同じ問題を使ってますので、まあ、学科試験に関しては共通と実技試験は今回においても、えーっとですね、日本 FP 協会の実技試験とあとは金融 財政事情研究会においては個人資産相談業務というこちらに限ってですね、まあ、簡単な解説、公表していきたいという,ふうに思ってますので、えー、まあおよそ1つの科目で15分ぐらいという,ふうな形で予定をしておりますので、えー、すいませんがお付き合いいただけたらと思いますはいではまず、3級の学科試験から申し上げていきたいと思いますではあの受けられた方は学科試験見ていただきまして でこちらについてはあの毎回の通りなんですけども第1問と第2問の、えー、2題構成二台の、えー、問題で構成されていまして、まあ、第1問が、えー、合計、えー、30問。えー 30問の正誤問題、丸か×かということになっているので、えー、まあ回答欄には実際にはですね、えー、とマークシートなので、えー、1と2のところのどっちか、まあ、丸であれば1、間違っていれば2ということではあるんですけども、正誤問題というところで、後半の第2問がですね30問の3、4、一というふうになっていまして、 でこちらはどちらの問題でも1問1点ということで合計60点満点の6割以上なので36問以上、まあ、正確に言うと36問ですねどれでもいいので問題正解が取れていればそれで合格という形になります。 特にあの科目ごとのの足切りりなどはありませんので、例えば、えー、か1からか5が通常ライフになりますけれどもライフで1問も取れなかったとしてもです、ね、残りの55問のところで36問以上取れれば合格ということになりますのであの個別の足切りはなく単純に36点以上正解が取れていれば合格という形になります。 はいで,えー、では早速なんですけども簡単にです、ねえーまあ、公表というのを見ていきたいと思いますが例えば、えー、第1問、まあ、か1からか5がですねライフということになっていますけども例えば、えー、1のところは行政問題のところですが、まあ、通常こういうところはです、ねえー、何でもそうなんですが、えー、税理士資格でを持っていない FP が弁護士資格を持っていない FP が社会保険労務士、えー、試験資格を持っていない FP がという 風になるので、まあ、そういった場合についてはですね、えー、まあ具体的個別具体的なものについては、えー、これはだめだと抵触するとでもそうでない、えー、一般的なあるいは、えー 抽象的なこことととであれば、えー、職しなないということになるので、まあ、今回の括弧1であれば、ですね、えー、顧客のために反復継続して、まあ、ここの場合、確定申告書を作成とあって、まあ、これ無料であれば、無償であれば、ただであればと言ってますが、ただであってもそれはできないというふうになってますので、まあ、税理情報には抵触するということになります。 はい。そのため、えー、まあ、罰と。で、括弧2番についてはですね、まあ、参加、え、医療保障制度の話ですが、まあ、これ、1人当たり42万ということで、まあ、これは、あの、テキストにも載っていると思うので、できるところではないかなというふうに思います。で、あとはですね、 まあ、あ括コ5番のところですが、えー、フラット35のところですが、これ8000万、えー、だったかと思うんですけども、そこのところで1億円以下であるというところは間違っているというところになります。で、次がですね、括ッ6から括ッ10の、えー、リスクに関する問題で、あ、リスクですね、リスクに関する問題ということでですね、えー、今回の場合、例えば、かえー、カッ6ですね、括ッ6は、まあ、国内銀行の指定において加入した一時払い、就寝保険はとあって、まあ、ここ銀行で、 加入したと言っていますが加入したものはですね定期預金ではなく就寝、えー、保険になってますから、まあ、これについてはその後ろにもあります通り、えー、生命保険契約者保護機構による補償の対象ということでこれは丸だとどこで買ったかではなく何に加入したかということになるので、えー、括弧6については正しいということになります。 あと、括弧8のです、ねまあ、今回は、えーまあ、基本的に個人が受け取った、えー、入院給付金ということなのでこれは基本的に非課税となるので正しいと、えーとうん、括弧コ8は正しいということになります。あとは、そうですねそんなところだと思うのでここのところもですね、まあ、最低でも3問、4問は取ってほしいなというところになります。 次、11から15のですね、金融に入っていきますが、まあ、ここのところ、例えばなんですけども、うん、12、カッ12見ていただくと、これ100万円を年、年利1%を1年複利で3年間運用した場合の3年後の管理合計は、まあ、税金手数料を考慮しない、無視すると言ってますので,で、この場合なんですけども、これ本当に簡単なので、ぜひ覚えていただきたいやり方なんですが、これ年利1%で3年間運用、3年後というのは、まあ、電卓でですね、まあ、 ちょっとメーカーによって変わるんですけども実際には例えば1.011年後1.01なので1.01そこにですね電卓でかけるかけるって押していただいてからイコールを2回押しますそうすると1.030301となるのでそこに100万円をかけます。 100万をかけると103万301円ということになるので括弧12は正しいということで福利の場合今みたいにあのかけるかけるをしていくと今みたいな形3年後は2回押せばもともと1.01が1年後になっているので2回押すことによって3年後になるのでまあこうやっていけばですね5年後も10年後も求められますのでぜひこの使い方ですね便利な使い方ですから覚えていただけるといいかなというふうに思います。 はい。あとはですね。まあ、そうですね。ここら辺のところもテキストやってれば解けると思うので、ぜひともですね、えーまあ、4問、えー、程度は正解取っていただきたいなと思います。続いて16から20のタックスになります。 はい。で、こちらなんですけども、ちょっと今回タックスで取材があるんですが、過去16見ると、これ相続でもいいんじゃないかなと思うんですが、個人が法人からの贈与により取得した財産については原則として、贈与税の課税対象になり、所得税は課されないとありますけども、まあ、贈与税の課税対象というのは、そもそも個人から個人の贈与に限定されています。それ以外のパターンで、それ以外のケースでは認められておりませんから、今みたいな形で、 法人から個人といった場合はこれは所得税ですね所得税の課税対象になるので、まあ、16は間違っているということになります。であとはですねちょっと気になったのが、18と19の問題でこれ、募金をやっている方であれば多分3級をやっていれば問題ないと思うんですけども募金、まあ、をやっている方であれば多分読んだ瞬間に丸か×かが分かるような問題ですがやはりほかの,の級でもそうなんですけども例えば他の級では。 例えば、対借対象表の特徴とか損益計算書の特徴とかそういうのを知っていれば取れる問題があるのでやはりこれは、出題者からのメッセージだといつもお伝えはしておりますけれどもやはり会計の知識も身につけてほしいということでまあ FP の場合6科目あるんですけどもその中で会計を特段ですね個別にやるところはありませんから事前にこれは準備してほしいというメッセージだと捉えてほしいと思うので。番については <laughs> 売上げ原価は、えー、ま、機種の棚卸しプラス、え、トーク消費仕入れから年末の、えー、期末棚卸、引くことによって求まりますので、これ正しいですし、えー、19番の土地は減価償却資産でないと、えー、これは結局、減価償却資産というのは価値が低下するかどうかということになるので、あの、価値の低下と値段の低下というのは、えー、関係、ありの、連動性はありませんので、例えば、建物を買うと、通常、えー、買ってから徐々に徐々に、資産価値というの 落ちていきますが土地に関しては基本的に使える権利は一緒ですので同じ面積の土地を10年前買っても20年前買ってもいつでも同じ使用できる価値は変わらないで値段はその経済状況によって下がったり下がったりするので値段の上下とですね価値の低下というのは関係ありませんので土地はもともと消費できない資産ですから減価償却資産ではないというところとさらに加えてですねあの消費税も課税対象に原則なりませんので まそのように考えてもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますでこちらについてもですね、まあ、最低でも3問以上は正解取っていただきたいなというふうに思います続きまして、えー、21から25の不動産に入りますで不動産のところなんですけども例えばなんですが22番見ていただきたいんですが 建築基準法の規定によれば建築物の敷地が2つ,2つの異なる用途地域にまたがる場合その全部について、えー、建築物の用途制限がより厳しい地域に関する、えー、建築物の用途に関する規定が適用されると。 いうふうになっていて、ですね、えー、2つの異なる敷地にまたがる場合については、これはですね過、えー、半を占める地域ですね、過半を占める地域になりますので、過、まあ、半とあるので50、50%を超えていなければいけませんので、その地域の規制を受けるので、あの厳しいというのは、これ防火規制の話ですね、防火と準防火にまたがる場合であれば、厳しい防火地域。まあ 1%, 1でも防火地域にかぶっているところであれば、まあ、それは厳しい地域の規制を受けるというところなので、まあ、そこはちょっと今回違いますのであの混同しないようにしていただきたいなと思います。 また23のところですが、えー、まあ道路に関しては4メートル、2メートルがですね出てきてどっちだったかなというふうに悩まれるかもしれませんが、まあ、建築基準法の規定によれば都市計画域および準都,都市計画域内において建築,建築物の敷地は原則として、まあ、福井、道路幅が4メートル以上の道路に2メートル接しなければいけませんということで接道義務の話ですね、まあ、これに関しては全く問題ありませんから24、えー、と接しなければいけない、えー、ですね。 福音4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないとなっていますが、そうですね、23ですからね、ごめんなさい、23だから間違っています。正しいとなります。あとはですね、25のところで、これ、比較的新しい内容なんですけども、この空き家のですね、上等所得の特別控除の特例ですが、 基本的に不動産の場合、えー、特別控除については、えー、3000万という金額あって、まあ、5000万ではなく、これも同じく3000万の話になるので、まあ、25番は5000万ではなく3000万でなければならないということで間違っているということで、まあ、こちらについては、えー、まあ冷静にやっていけば4問は取れるんじゃないかなと思うので、4問は、ね、取っていただきたいなというふうに思います。そして最後の26から30の相続になります。<laughs> で、こちらについてはですね、例えば27見ていただきたいんですが、これ比較的新しい改正になりますけども、直系存続から教育資金の一括を受けた場合の増与税非課税は、これ以前はですね、特に所得制限なかったんですが、受贈者の増与を受けた年の前年分の所得税にかかる合計所得金額が1000万を超える場合、適用受けられませんということで、この1000万の所得制限が導入されましたので、これ正しいということになるので、確か2年前だったと と思うんですけどもその改正で導入されているというところになります。 はいで28は、ですね、まあ、これがですね先ほども5000万とあったので、まあ、数字のところをですね、まあ、ちょっと操作しているということなんですが、28については、えー、相続や遺贈により財産を取得したものが、相続開始前5年以内にとありますが、でその場合、これ、まあ文書を読んでいくと、まあ、生前贈与加算を言っています、で生前贈与加算は5年ではなく3年となってますので、まあ、これ、25か5000万だけど、本当は3000万で、28は5になってます、本当は3年となっているんで、まあ、ちょっとここ、 意識してやってるのかもしれないんですけども。 まあこういうことがよくあるのでやはり金額だったり年数だったりそれはですね三級でしっかり覚えておけば二級に行ってから楽になるので七でですねまあこれ五年間でなんとなく違うようなじゃなくてですねこれは五年じゃなくて三年なんだというふうな形でやっていかないと先に進んだ時点数取れなくなるので今のうちにしっかりですねあのー、理解してほしいなというところになりますちょっとあとはすいません、えー、飛ばさせていただきますがこれもやはり四問ぐらいは取れるんじゃないかなと思うのでまあそうすると 今30問、えー、見ましたけども6科目あるので四、まあえーまあ、問取れ全て4問だと462424ですよね2、まあ二0以上はやっぱり最低でも必要じゃないかなというふうに思うので、えー、ここのところしっかりですね取れるようになってください <laughs> で次にですね第2問に移りまして今度3子択一です で先ほど生誤問題はまあ普通に解説してしまったんですけどもあの生誤問題と三・子択一どちらが難しいかと聞かれたら、まあ、間違いなく生誤問題のが難しいですなぜかというとさっきみたいに、えー、例えば生前増予ん5年だったものそれわ分からなければ分からないんですよでたまたま当たった、まあ、あの5年じゃないだろうなということで、えー、罰にしたら当たったでもいいんですけどそれはでも分かってはいないんですよ えー、適当にやって当たっただけで、えー、生後問題の場合知ってれば答えられるし知らなければわからないという話なんですよ。ででも三子択一はその中で もう答えが用意されている,るからその中であこれだこれだというふうにやっていけばいけるので意外と三3、択一の方が簡単で生後問題は例えば自分がやっててももし知らないところが出てしまった場合わからないですから、まあ、2分の1の確率では当たりますけどもわからないものはわからないなので、えー、ですから、まあ、三3、択一の方をしっかり取るべきだと思いますので、まあ、そこでじゃあ第2問の「弧三十一から5問ずつ見ていきたいと思います。 でこれも毎回解説の時に申し上げさせていただくんですが、三十一のですね、えー、こちら、えー、福利減価の、えー、表があります。でここのところなんですけれども。 あのこれってまずちょっと問題は900万準備するために15年間毎年均等に積み立てて利率、年利年率1%繰り運用ちょっと後半も読みます読むのやめますがこの場合、単純にこれ銀行に預けなくてもタンス預金にしたらどうなるのかというとまあ900万貯めるためにですね15年間積み立ててますから えー、貯蓄というか、まあ、銀行に預けなくても60万,貯めて毎年60万貯めていけば15年後には900万になりますということは、まあ、運用してるんだから60は絶対ありえないだろうということで、まあ、選択肢見ると3番が60になっているのでもう 3, 番3番絶対違うとそうするともう1と2の2択ですであとどうするかというとこれもです、ね、本当は理解してほしいんですが係数わからなくても金額かけていけばいいんですよ例えば900万かける最初の原価係数の0.8613やると えー、770万、このなんありえないです、毎年これで700万積んでいったら15年はとんでもない金額になるんでありえない、で次の資本回収係数、900万に0.0721をかけると、64万8900ということで、銀行に預けてるけども、逆に元本割れしているという状態になります。<laughs> 最後に900万 ×0.0621 をやると55万8900ということで2番答えがあるのであこれしかないなということで分からなくてもこれだけやればできるんで、まあ、1分もあればできてしまう問題です分からなくても。ということなんでぜひこういうふうな形で。あの 工夫しながらですね正解するという、えー、癖もで癖というかですね、えー、テクニックも身につけてほしいなと思いますあとはですねまあ、32番であれば症病手当金は1年6ヶ月というのを分かっていらっしゃると思いますしあと34番のところについてはえっ、ー、とですね まあ付加年金は400円払って200円もらうという形で、まあ、2, 年元取れ2年で元取れるものなので、まあ、200円です、ね、えー、それがもらえますということなのでそのように覚えてもらえればいいかなと思います。<laughs> すいません。それでもう、ライフは終わりで、次、リスクのところの36から40になりますけれども、ま、ここのところについてはですね、ま、確かに36とかは、ま、予定の後ろの、ま、解約率、事業比率、予定利率とか、ま、そういうのありますが、こういうところはテキストにもしっかり書いてあると思うんで、それが分かっていれば解けると思いますし、38のところ、例えば38ですが、 こちら問題は医療保険等に付加される先進医療特約ではなんとか時点において厚生労働省により定められている先進医療が対象になるとあってまあ申し込み日、責任開始日療養を受けた日とありますが実は先進医療というものは毎年毎年内容変わってますのでですから新しく追加されるものもあれば今まで先進医療だったものが外れるというケースもあるのでだから申し込み日とか責任開始日だとですね本当受けたいときに実は対象外になっているということ とも出てくるるのでそうすととおかかしいとだから3番の療養を受けた日例えばあの医療保険に加入した時は対象でなくても今は対象であれば受けられますので、まあ、ですからこれ3番を選んでいただきたいとまあ、考えていただければ解ける問題ではないかなという,ふうに思います。 はい。あとは責任失患法のところが、まあ、あるので、こちらも、えーまあ、テキストに書いてあるでしっかりできると思うんで、まあ、こちらも、まあえー、ちょっと、知らなければできないところはあるんですが、3問から4問ぐらいは取っていただきたいなというふうに思います。で、次行きまして、金融の41から45ですね。で、ここのところは、まあ、計算が、二、えー、2箇所あったりするの、まあ、計算ごめんなさい。実際に計算するのは42番だけなんですけども、ただ <laughs>、 あの42度です、ね、この表面リー、最終利回りの計算、まあ、表面利回りとかいろいろありますけれども、その計算というのは、非常にですね2級でもよく出てくるところなので、これはもう計算式はもう3級で覚えてもらうのがいいと思うので、まあ、しっかり覚えていただければ必ず解けますので、こちらしっかり覚えて解けるようになっていただきたいと思います。 はいあとはですね、まあ、43とかも知っていれば解けると思いますし、括、え、弧、ー、44番についても、まあ、ポートフォリオについては、これマイナス1じゃなければいけないので、マイナス1は最も効果高いですよとか、まあ、これも知っていればすぐ解けるようなところだと思います。あとは45番の日本投資者保護基金については、これ、基本的には証券会社というのは、えー、顧客から預かった資産は分別管理しなければいけないんですけれども、分別管理できていない場合は、1000万を上限にですね、保証し ますよということなんで、えー、とこれ2番の1000万となるので、まあ、ここのところもまあ3問最低でも3問以上を取ってほしいなと思います <laughs> 次46からのですね50までのタックスというところになりますけれども まあこちらについては、例えば46六については、えー、課税総所得金額250万に対する所,、えー、所得税額はということで、まあ、即算表もちゃんと用意されているので、まあ、この場合は250万、195万から330万のところになるので、えー、と250万かけることの10%。 そこから9万7500円引けばいいので15万2500円となりますので2番が正解ということで、まあ、これは測算表の使い方を知ってるかどうかという形なので、まあ、これはやはりできなければいけないんじゃないかなと思うのでこれできるようになってください。 はい。あとは、まあちょっと47番は、もしかしたら3級では難しいかなというところなんですが、まあ、不動産所得の金額の、えー、計算上、長時損失の金額の話で、まあ、損益予算の金額を聞いていますけれども、まあ、総収入金額200万、で、必要経費250万とあるので、この場合の不動産所得はマイナス50万になります。で 不動産所得が赤字になった場合、そこにですね土地の負債利子が含まれている場合は、これを除外しなければいけないので、そうすると、今、マイナス50万の不動産所得になっていますが、そのうち30万除外しなければいけないので、20万円だけですね他の所得と損益通算できるとなるので、まあ、この場合、1番が正解だということになります。 はい。あと、48番。まあ、ちょっと47と48、ちょっと39では若干難しいかなと思うのが、48については、まあ、一時所得の話ですけども、一時所得の場合は、収入金額からそれの支出収入を得るためにかかった金額引くことのさ,さらに、特別控除額50万引けるというのがあるので、まあ、それをやっていくと、1200万から500万いったら700万、そこから50万いくと650万あるんで、まあ、それで安心して650あるから2番とやると間違っているということで、今回は、え、一時所得の金額を求めろではなく、 総所得金額に参入される金額を求めていくので一時所得については総所得金額に参入される場合はその一時所得の半分2分の1が参入されますので650万の半分の325万円となるので、まあ、この48ができた方はあのちゃんと理解してできた方は理解が十分だと思うのですごくいいと思うので、まあ、これできなかった方はもう一度所得税のです、ねまあ、計算のところもう一度見てもらった方がいいかなと思います。 ということで、まあ、あとはそんな、まあ、ワンストップ特例とかも難しくないので、まあ、ここも3問以上は正解取っていただきたいなと思います。続いて51から55の不動産のところですが、まあ、51番なんかは相続税路線価、まあ、路線価については工事価格の80%となってますので、これは暗記していれば、暗記というか、これはすぐできると思います。あとはですね、 そうですね、まあ、ちょっと52とか53は知ってるかどうかという話なんですけども、えー、まあこれ知ってれば解けるだろうしまあ知らなければしょうがないかなと思うんで、まあ、それはいいと思います、まあ、ただあと55番とかもちょっと若干2級に関する論点が入ってるかなと思うんで、まあ、この今見ている6科目の中ではちょっと自分の中では不動産がもしかしたら一番細かいことを聞いてるかなという気はします気はしますただ3問は取ってほしいなと思います で56以降のですね相続事業承継なんですけども。 56番は死因増与になるので、これは相続税の課税対象ですよということで、これは大丈夫じゃないかなと。また、57番についても、遺産にかかる基礎控除額ですが、これ、法廷相続人が誰かが分かればいいので、今回 A さん亡くなったことによる法廷相続人は、第3順位の兄弟姉妹になるので、妻 B と兄 C、弟 D の3人となるので、3000万プラス600万かける3人で4800万となるので、57番、2番が正解となります。 はい、あとは未成年者控除については10万円が20歳までとなるので、えー、と3番ですか3番が正解となりますであの令和4年の4月1日からこれがですねあの法定相続には18歳までなるんですがまだ令和4年ではありませんので成年の年,年齢は20歳ですからそこを間違えないようにしていただければと思います、はい、あとはですね、まあ、59についてはまあ これはもう暗記していれば解けるようなちょっと難しいなと思うんですが暗記していれば解けると思いますし60の小規模宅地についてはですねこれは特定事業用宅地ですから400平米の80%なので3番が正解となるのでまあこの相続についても1、2、3、4つぐらいはまあ取ってほしいなと思うのでまあそういうふうにやっていけばしっかり学習されている方であれば間違いなく6割以上は取れますので,えですねただ、あとは6割取れたときにその内容が理解して て6割取っているのかあの当てずっぽうで、まあえー、50%なので、まあ、丸だけをずっと書いて当たったのかわからないですけどもその場合もしそのケースだとあのしっかりやった方がいいと思うのであの3級で高得点取れていても2級で苦しむ方がいるのは先ほど申し上げたようになんとなくこれ丸だなんとなく×だではなく。 どこが間違っているかというところが理解できれば 2, 回2級に行ってから楽なんですがそれができないと2級行くと全く点取れなくなるのでそこのところをですねしっかり、えー、自分の今のですね理解度を確認いただければなという,ふうに思います。 ははいでは続いて実技試験に移りまして、ちょっと教会の方から先に進めさせていただきたいと思うので、ちょっと金在を受けた方はちょっとお休みください。では、えー、と実技試験、まあ、教会の実技試験ですが、これ、問題20問ありまして、1問すべて5点となってますので、えー、と5点ですから、12問以上、60点以上で合格ということになるんで、まあ、1回同じような形です。で、まあ、教会の場合はもう傾向が2回っていますから、まあ、これは過去問をやっていれば必ず受かると思うので、まあ、そのように理解いただきたいと思います。 で例えば、問1については、学科試験でもあったように、行政問題は必ずですね、これ、できなければいけないので、問1は必ず正解を取っていただきたいなというふうに思います、はい、次のところ、いきまして で、うーんと、問いにですね問い2のこのキャッシュフロー表もこれ毎回ずっと出ているところなのでまこれは IU の金額を求めなければいけない若干時間かかるかもしれませんが過去の問題しっかりやっていれば解けると思うのでここをしっかり解けるようにしておいていただきたいというふうに思いますはい続いてですね第2問ここは金融になります金融からの話でまあ、問い3については これ自分答えはまあ,ありますが自分で計算しなければいけないのでまあここにあるような PER とか PBR とか配当利回りこれは計算式を覚えておく必要が3級でもちょっとこれ今までだった2級かなと思うんですが3級でも覚えなければいけないのかなと思うのでまあ今回できなくてもいいと思うんですが2級に行ったらこれ必ず暗記させられますので今から暗記しておくといいと思います。 はい、問い4がですあとは i s a に関する問題で n i s に関してはこれも2級で本当によく出てきますので n i s についてもしっかり確認をしていただきたいなというふうに思います、はい、で次、問い五段ですが、えー、こちら30万口、えー、投資委託を購入した場合の購入金額ということで、まあ、これも計算問題で、まあ、今回、計算問題、えーっとですね、金融3つ問題がありますけども 問い3と問い5が計算問題ということで、まあ、ちょっと計算問題まあ3級としてはレベルちょっと若干高いのかなというふうに思うんですが、まあ、できなくても合格はできると思うんですけどももし今後2級に進むという方であればこれは今やっても損はないと思うので今のうちしっかりできるようになっておいていただきたいなというふうに思います、えー、続いてですね、えー、問い6の問題ですが 今回の場合ですね、でまあ、これもよく出る問題ですけども、不動産の問題、建築基準に従い下記資料の土地に建築物を建築する場合、その土地に対する建築物の建築面積の最高限度として正しいものはどれかとなっていますで。この場合なんですが、最高限度と言っていますから、まあ、この場合なんですけども、まあ、どれぐらい建てれるかという話なんですね。でただ今回は あの容積率ではなくてあくまでもこれ憲兵率のことを言ってますので敷地に対する建物の割合ということを言っていますのでそうすると今回はですねこの地域はどういう地域かというと近隣商業地域近隣商業地域なんですけども指定憲兵率が60%。 とということなんで,す、ね60でえー、ここについて60%になってるんでで他に今回建物については特にです、ね、何も書いていないのでそうするとですね、えーまあ、600平米のところに60%、ま、建物を建てることができますよというふうになるのでそうすると単純に600平米かける6 0で360平米ということで一番ということなのであのこ,のこの問題はあくまでも容積率を聞いてるわけではないのであのここは憲兵率なので、えー、素直に解いてい。 もらえればとといいうところになりますはい、で問い7については、ですね、えーまあ、これは、えー、不動産を購入したときと保有しているときのです、ね、税金の話がありますが、まあ、ちょっとこの問題、せっかくなので、えー、解き方というのをご説明させていただくと、これ、あいうということで、えーまあ、どれでもいいので、自分が解けるところからやっていけばいいと思います。 例えば、まあ、これは意図していると思うんですけども、例えば、えー、税金は3つありますが、課税主体が上から都道府県、えー、国とあるので、通常、これ、市町村だろうということで、まあ、市町村になるように、まあ、問題は作っているので、まあ、市町村になります。そうすると、うから解いた場合、うがまあ市町村分かったとなれば、3番は違うということなので、そうすると、その時点の言葉、えー、答えが1番か、2番かが決まります。 あとはそうすれば、あといはどちらも選択肢が違うわけなので、あとい、どちらでも分かるところでやっていけばいいので、そうすると、ですねまあこの場合、ですねああよりもいのが解きやすいんじゃないかと、登録免許税は課税標準というのは原則ですが、定当権設定登記を除き、いとなってますが、いが相続税評価額が固定資産税評価額がとなるんですが、 登録免許税も不動産取得税も課税標準は同じですね、これは固定資産税評価額となるので、まあ、2番が正解、だから、あ分からなくても、いとうで答えが求まるということなので、まあ、こういう組み合わせの問題については、3つ分からなくても、2つ分かると、大体答えが導けることが多いので、そういうふうにやっていただければというふうに思うんで、決してこれ、あは分からなくても、いとうだけで答えられるよということを知っていただきたいというふうに思います。 でこれで不動産が終わって次がですねリスクの、まあ、証券読み取りの問題がです l、ねまあ、ライフでも出てくるのでこちらですねありますと。で問い鉢のところはですね、まあ、この人は近藤さんという方が加入している生命保険の保証内容に関する問題でちょっと下いきます。 近藤さんが2020年中に結核により連続して42日間入院で手術を受けていないした場合支払われる給付金は合計いくらですとなっているので、まあ、この場合はそのあのあ該当するところだけ見ていただければいいとであの今回の、えー、と実技試験はこれは13時3休、えー、ですから1時間という時間でやらなければいけないと。 3級なので多分これしっかり読んでもですね、まあ、1時間で時間切れになることはないんですけどもあの同じような2級、まあ、あの FP 協会の実技試験の2級は非常に分量が多いので こういう問題の時に上の資料、資料からですね、頭から冒頭読んでいって、まあ、これは定期保険、特約付き、就寝保険で契約者が誰、非保険者が誰、あの保険金額を一つ一つ見ていくと時間がなくなってしまうので、まあ、今回は結核で42日間入院したということになっているので、まあ、その場合のところ、ですね、そ,れをそこだけを見ればいいと、だから結核の場合はどこに該当するかが分かればいいと。 いうことなので、まあ、そこをしっかりですね、あの確認していただきたいと思います。はい。で、この場合だと、結核については、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、今回の場合、すみません、えっ、ー、とね、入院給付金につきましては、えっ、ー、と、契約内容というところ、まあ、見るしかないんで見ますが、 災害入院、疾病入院、まあ、この場合疾病ですね、疾病入院に該当して、えー、本人妻型ですが、まあ、入院5日目から5000円が出ますよとあるんで、つまり4日間が面積となります。なので、今回42日間入院してますが、4日間引かなければいけないので38、38×5000 とやると、19万と出るので、まあ、今回は1番の19万円ということになるので、えー、まあこの場合、ここだけ見ておけばいいのかなという,うに 思うので、まあ、こういう問題2級で本当によく出ますのでしっかりあの問題に応じて問題というか選択肢に応じて資料を読み取る癖をつけていただければなというふうに思います。 はい、あとは問い求とか問い重、問い求はもう関連のある用語問題なので、これは基礎知識で対応すべきなので、まあこういうところは知っておいた方がいい内容かなというふうに思います。あと自賠責もこれ基本的なことを言っていますので、えー、ここのところもできるようになっていただきたいなというふうに思います。ですね、十万三が正、そうです、三万が間違っているということなんで、まあ自賠責の場合一人当たり三千万ですね、三千万死亡の場合三千万、えー、まあねし怪我の場合は一人当たり百二十万となるんで、まあそこを分かっている 解けるかと思います次第5問の問い11からのタックスになります、まあ、2問ほどありますけども まあ例えば、問11は住宅ローン減税の話なので、まあ、これはあの内容分かっていればです、ね、まあ、どれが正しいかというのが分かると思うので、もうこれ、明らかにです、ねえー、と不適切ですよね、不適,切適切な場合だと、1番ですね、1番が正解となります。まあ、40平米は50平米以上なければいけませんし、合計所得3000万以下じゃなければいけないとなるので1番が正解です。あと、問12番につきましては、長期譲渡所得の金額の話なので、 まあこの場合、えっ、ー、と、譲渡所得の場合は、えー譲渡金、譲渡した金額から取得費プラス、えー、譲渡費を足して、それをまあ引くんですよね。だから7000万から3000万引いて、さらに、えー、3000万引くということになるので、えー、問い中には、まあ、3番の1000万というふうになります。次、第6問の、えー、相続事業承継なんですが、まあ、問い十3番につきましては、えー、これは、 確か先ほど見たあの学科でもあったと思いますけども、えー、法廷相続人を決めなければいけないので、えー、今回についても、えー、と同じ人同じでしょ内容的には、えー、ただ今回ち若干違うのは、えー、お子さんはいませんお子さんはいませんが、えー、とお,お母さんですねこれ、まあ、名前からお母さんだと思いますお母さんがいる。 でただしえ、今回はお母さんは適法に相続放棄しているということで、まあ、今回は民法上の相続人および法廷相続人となってますからお母さんが相続放棄すると第三順位の兄弟姉妹になりますのでえそうすると兄弟姉妹になると奥様の住子さんがです、ね、4分の3になるので,、まあ、こ,の時点でこの時点でもう3番しか答えはありませんので。 まあここのところは、しっかり問題読んで、民法上の相続人と書いてあるから、相続放棄した場合は初めから相続人じゃなかったものとみなされるから、第3順位なん第3順位の場合の妻の、えー、法定相続、妻じゃないな、ごめんなさい、配偶者の法定相続人が4分の3、残り4分の1を2人で分けるというふうな形でできると思うんで、ここはあのしっかりそこの読み取りをしてくださいと、で14については、遺、まあ、あ言の話なんだよ、まあここは基礎的な話を言っているので、しっかりこれできる。 よううににななっていいいいたただきたいなというふうに思いますあと15についても相続時生産の話なので年齢とか金額とかですねこれはもう本当基礎中の基礎的な話なのでこれも正解取ってくださいという形になります次第7問なんですが第7問についても、まあ、問16見ていただくと、まあ、バランスシートが出てますから、まあ、3級の場合非常にシンプルなバランスシートで これについては不正、伏せ家のですねバランスシートになりますから、まあ、これはまあえ名義がですねご主人であろうが、奥様であろうが、全部え金額は時価ですね、今売れたらいくらかと、えー、お金に換えたらいくらかという時価で計算していくので、まあ、それをやっていけば、ただそれで足し算引き算していけばいいので、これ必ず解けるようになっておいていただきたいと思います。でまた、ですね同じように問17番見ていただくと、 えー、今回、秀則さんは15年間で36万ずつ、えー、積み立て貯蓄をして、老後の、えー、お金を準備したいと言っていますので、これ、先ほどの学科と全く同じですよね、ちょっと、えー、文章は違っても同じなので、なので、えー、今回だと36万ずつ15年となっているので、これもやっていけばいいので、あの例えば36万ずつ15年積み立てると、540万になります。で、えー、と 万になりますのでこれより高くなければいけないので、まあ、1番か2番かというふうになっていくので 36×36×、えーえー、36この場合年金収貨か年金減価、えー、どちらかになっていくので、えー、年金減価をかけると849なので、えー、400これ違いますねだから年金収貨になるので36万 ×17.293 ということで622万5480円ということで、えー、これ2番が正解となるで でこれもだからでできるんですよだから、あのー、今回だからというわけでないんですけどもあの FP 試験は、まあ、全ての、えーまあ、3級2級1級で共通するのがもし午前中の学科試験でわからないところがあったらもう積極的に調べていただいてもし今回学科試験のところで係数のところわからなければそれを午後の、えーまあ、お昼休みに見ておけば同じ問題が出てるわけですよ。 だから、えー、当然正解取れるはずなので、えー、分からないところは必ず調べるという癖をつけていただきたいと思います。<laughs> あと残りのところはちょっとすいません、まあ、時間の関係もあるので、えーまあ、やっていただき、まあ、見ていただきたいんですがとはいえあの決してあのも,しもちろん難しいなという問題あのちょっと2級のような問題も出てはいますが。 とはいえ、まあ、これ3級でも出てもおかしくないのかなと思うので、若干難しい問題は出ていますけども、まあ、6割は取れる、通常の学習していれば6割は取れるだろうと思うので、まあ、あの日頃から基礎的な学習していれば、えー、合格できる問題ではないかなというふうに思います。はい、では、お待たせしましたが、えー、金融財政事業研究会の個人資産相談業務に入っていきます。でこちらについてなんですけども、あのー これ共通していることが一つあって、大門が5つあります。大門が5つあって、通常個人資産の場合はリスクがありませんので、えー、最初から、えー、ライフ金融、タックス、不動産相続という5科目しかありません。で大門ごとに10点という配点が決まっています。大門ごとに10点が配点決まっていますが、ところが、ところがその大門の中に小門が3つぶら下がっているので、必ず3点が2箇所、4点が1箇所ということで、でそこでちょっとですね、だから、 他の、えー、科目との違いとしては6割取れれば合格ではないんですよ例えば15問あって15問中の6割だから9問取れたらじゃあ合格かというと全部3点だと草2727 27点で6割達しないということがあるんで こちらの個人資産の場合、まあ、あの必ず今はですね配点が出ているので分かりやすいんですが最低でも10問10問取れれば絶対合格します3点かける10なので30点なので必ず合格するんですが9問だと不合格の可能性もあるということを考えながら通常ですね、4点が来るところって、まあ、レベルがその中で一番高い問題なので4点が取れるとですね、理解は進んでいるんじゃないかなというふうに考えることができるかと思います。 はいで最初の第1問はライフということで、まあ、ここのところはですねまあ、基本的なことがあるので、えー、老,年老齢基礎年金を受給するためには今25年ではなく10年になってますから、まあ、これ3番は違うよねとだから1番と2番のどっちかですということであとはですね A さんは、ちょっと二段落目いって、A さんは老後年金収入を増やすために、書店手続きにより国民年金の定額保険料に加えて、月額何とか円、まあ200円か400円どちらかですが、の付加保険料を納付することができるということで、まあこの場合は400円の保険料を払って、 で400円保険料払って200円もらえるんだから2年間で元取れるだから2年間で元取れるというのに頭入っていれば400円払って200円で2年間もらえればその分、えー、もう400円になるからペイできるということなので、まあ、そのように考えてもらえればいいのでここのところもすごく大事かなと思うのでしっかりここは解けるようになっていただきたいなと思います。 あと、ちょっと問いには時間の関係もあるのでえ、ここのところはですね、ちょっと割愛させていただこうとは思います。あと、まあ問いさんについても年金収入を増やす方法とあるんで、ここはまあちょっと応用的なところかもしれませんが、テキストで内容をしっかり理解していれば、あ,あ増やす方法としてこういうのがあるんだなというのが出てくると思うんで、まあ、若干ちょっとここの問題は、 まあ、問い2のところがあったりするんで難しいかなというところはあるんですが、まあ、最低でも問い1を取ってほしいなと思うんで、まあ、最悪でも3点は確保してくださいというところになります次第2問のところ金融になります今回 J リートですかね J リートが、えー、題材になっている、まあ、株式もありますがでそこで問い4から見ていくと 今回の場合、PBR、ROE、配当利回りとあって、えー、ここのところもですね、先ほどで、えー、確か学科だったと思うんですが、学科でもありましたよね、こういう問題が。なので、えー、ここのところ、やっぱり3級でも、やっぱりこれやらなくちゃいけないということになってくるかと思います。なので、まあ、先ほどのところ、ちょっと重複してしまうんですけども、えー、これは、 うーん午前中わからないとか、必ずテキストなどで調べることによって得点を上げることができますから、まあ、ここのところ、しっかりですねここにあるような PBR、ROE、配リーマーについては必ず答えられるようになっていただきたいなというふうに思います。ちょっとごめんなさい、もしかしたら、えー、日本 AP 協会の方かもしれないので、ちょっと何とも言えないんですが、今ちょっと見たらないので、えーまあ、ただ確認はしていただきたいところとなります。 あとは同じように、問い移もアドバイスとありますが、これはしっかり知識を持っていれば解けると思うので、取っていただき、あとはですね、問い6については J リートに関するアドバイスということでですね、まあこれについては、別にえオフィスビルに限ったものでもありませんし、 分配金についても株と同じく最低保障があるわけじゃないのでそうするとまあ2番だろうなということで,そうです、ねえー、まあ一般に i を利用してと、まあ、これを購入することもできますよということ正しいとな,るなっていくので、まあ、そのこれもまあできれば 2, つ2箇所を取っていただきたいなとは思います。 で次がですね第3問ということで、これタックスになりまして、で今回タックスの場合、まず問い7がですね青色申告制度の話になります。ただこれはですね近在、まあ、らしいなと思うのは、2020年のですね確定事項、実際には2021年の、えー、と2月16日から3月15日から始まっていきますが、その時にはあの今まで青色申告って原則10万円で、で特例、例外的に65万認められてましたが、 千二十一年、まあ、実際二2020年の分からは、E-Tax をすると65万になりますが、紙で、えー、提出申告書を提出する場合は55万に引き下がることになるので、それを知っているかというところなので、まあ、そうすると今回の場合はですね、うん、はい、ですね、となりますので、 まあこれ ① 番が65万ですかね65万で紙の書類だと55万に下がりますよということを言っているのでまあこれでもう2番がすぐ出てくるのでやはりあの制度改正を理解しているかというところにかかってくるかと思います。<laughs> あとは今回の場合、まあ、損益通算の話があったりとか、まあ、総所得金額の話がありますが、まあ、総所得金額については、そこまでこれ難しい問題ではないと思うんですね。もう事業所得の金額出てますし、あとはですね、そうですね、まあ、上場株式の,問題あの金額あったりしますが、とはいえ、これ実際には、そうですよね、1番でしょうね。っ別に他のところ関係ありませんから、なんでこれ400万になりますので、 こここもししっかりりととていいななうところになります次、第4問が不動産の問題ですが、まあ、こちらだとですね憲兵率の上限と要積率の上限ということでありますがこれ、冷静に見てもらって、まあ、図を見てもらうと、まあ、今回400平米の高土値がありますとでこの高土値につきましては、えー、憲兵率の緩和について特定行政庁が指定する稼働値ですと。 あとは、ここにおいてはどういう建物を建てるかということですが、建物に関してはですね、耐火建築に建てますと。で、ここは順防火となっていますが、まあ、ここのところ、まあ、制度改正もあるところなので、まあ、そこのところをしっかりですね、できるかというところだと思うので、まあ、ちょっとここのところ若干難しいかなと思いますが、まあ当然これ、えー テキストとかには必ず書いてあることなのでまあ、そこのところをしっかりですね確認いただきたいとで、ただ問い11と問い12がですねこれが建築建設協力金方式とか事業用の定着地権の内容とかちょっとここが3級としては、うん、まあで普段出ないところなんで難しく感じるところかもしれないのでまあ、ちょっとこういう意味だと今までのところを見る限りはまあ、ちょっと今回の3級は問題難しいなという気はします で第5問は、えー、相続事業承継に関してですが、まあ、直系存続からの話の13はこれ取らなければいけないと思いますし、 今度,は今,度今度は14が教育資金の一家贈与ということなのでこれ金額であったりとかですね、そういうところを知っておけばできるのでこれについては教育資金については1500万ですね、1, 万ということになっているので、まあ、そういうところを知っているかどうかあとは最後にですね、歴年課税により受けた場合の贈与税額とあるのでちょっとここのところもですね、正直言うと800万なので長男が A さんですよね A さん、えー、この場合直系存続になりますので <laughs> はい、この場合はここにある速算表を使っていけばいいので110万のです、ね、基礎控除をうまく使いながら答えてくださいということなので、まあ、ちょっと今見た限りでは3級としては若干,若干ちょっとレベル高いなというふうに思うので合格率はもしかすると低いかなという気もしますので、まあ、できなかったとしてもしっかりです、ね、確認いただければなというふうに思うので、まあ、あの復習等をしっかりしていただきたいと思います。 はいということで、ですねあの3つの科目ではありますが確認してきましたが、まあ、特に学科試験というのは、まあ、生後問題や3支度率ということであのおろそかになりがちなところではありますがしっかり正しいところ、えーまあ、間違っているところをしっかり指摘できるようになれば必ず力尽つきますのでそのように学習していただいて、まあ、ぜひ2級に進んでいただきたいと思います。はい、でははいででで時間になりりままししたた今日これれ終わすお疲様